おい待て、誰かいるぞ。超能力者か。世界の終わりを迎えてもまだ戦うんだな。何者だ。わからない。でも超能力者よ。もう戦うしかないようだね。まだこれからよ。乗りこなせる回避はない。発進しておくぞ。その声はカサネ・ランドルなのか。ユイとスメラギ、この親父が。待て、その嫌味な声はシデン・リッターか。そうか、じゃあ君たちはスウォーチ編のタイミングでこの時代へ飛んできたんだな。ふん、なんとなく見えてきたぞ。信じがたいことではあるが、ユイとスメラギ、目が見えないようだね。私は嵐スプリングだな。声でわかる。よろしい。ではグループに入れるかな。いや、この姿を見てわかる通り、俺は海抜群を退役した。超能力は使えるが、グループに入るのは無理だ。うん、では教えてくれ。私たちは入歴2020年のスオウにいるつもりなんだが、もちろん違うね。さすが嵐だな。ここは2070年のスオウだ。そんなバカな、私たち未来に来てしまったっていうの。何、地震始まったな。終わりが。ユイト、どういうことなの？どうして50年後のスオウがこんなことに。ゆっくり説明してやりたいが、時間がない。この星はもうすぐ滅びる。俺が、このユイとスメラギが世界を滅びに導いた。はあ？お前何をやったんだ。
カレン連隊長も同じようなことを言っていたけど、あの人に会ったのか。まあいい、何にしても全ての原因は俺にある。とにかくこの世界は消えようとしている。過去の俺とカサネが作り出した疑似ブラックホール、クナドゲートに飲み込まれて。私たちが作り出した、まさかあの赤い糸の。そうだカサネ、君の超能力は念力じゃない、重力操作、つまり次元を操作する力が念力のように見えていただけだ。カサネは時間跳躍能力を持っている。それが君の見ていた赤い糸の夢、レッドストリングスだ。レッドストリングス。それじゃあさっきクナドで起きたあの現象が私たちをここへ。なんだ、みんなが消えた。そうか、時間が来たんだな。時空を超えた先の世界に存在し続けることができるのは時間跳躍能力を持っているものだけだと聞いている。君の力に巻き込まれたものはいずれ元の時間に引き戻されてしまうらしい。今の嵐たちのように。ユイト、どうしてそんなに詳しいの？誰にその話を聞いたの？アラハバキが教えてくれた。だから俺はカサネが未来へ飛んでくるのを待っていたんだ。ちょっと場所を変えようか。どこも危険には違いないが、とりあえずここよりは安全な場所の方がいい。海抜軍本部前へ行こう。戸惑っているだろうな。実は俺もだ。カサネがいつか過去からやってくるのを待ってはいたが、それでもこうして現実になるまでは半信半疑だった。何があったの？50年前、セイラン市の反乱があってからニューヒムカは国の威信を守ることに躍起になった。そして俺を、ユイとスメラギを旧国の英雄と祭り上げ、国民の目をそらそうとしたんだ。俺は逆らえなかった。兄のカイトに懇願されてそうするしかないと思った。親父は暗殺されて、カサネはその犯人だと言われて行方不明になっていた。何を信じていいのかわからなかった。私が評議会議長を殺した？どういうこと？俺も現場を見たわけじゃない。だが状況証拠がカサネを示していた。カサネが姿を消したのはそれが真実だからだと思っていた。実際はカサネは未来に飛んでいたんだな。私はあなたのお父様を殺したりはしないわ。話を戻そうか。カサネが消えた50年前の時代では、セイランとスオーとの対立は激しさを増していった。そして俺は怪異討伐やセイラン側についた超能力者たちとの戦いに明け暮れた。そうしていくうちにあいつが成長を始めた。クナドゲート、私とあなたが作り出してしまった疑似ブラックホール。俺とカサネの超能力は同じ性質の重力操作だったんだ。だから俺自身も時間跳躍能力、レッドストリングスを持っているらしい。そして俺たちが同じ超能力を持つせいで互いの力が共鳴して重力異常を引き起こしてしまった。大部分はカサネの力によるもので、俺自身には時空を超えるほどの力はなかったんだがな。でも何がきっかけでクナドゲートは成長したの？本来あのゲートは時間跳躍の際に一瞬だけ出現しすぐ消失するものらしい。だが
カサネが時間跳躍の力を使った時に俺の力が共鳴したせいでゲートは消えなかった。それどころか俺が超能力を使うたびにあのゲートは激しく歪み周囲の空間を飲み込んでいった。あれを消す方法はないの？俺が死ぬことだ。俺が死ねばゲートを維持し歪ませている因子であるユイとスメラギの超能力の痕跡が消える。だが俺はその選択をしなかった。何か他に手段があると周りからもそれを探そうと説得され、いや違うな、それでも結局俺は自分を殺せなかったんだ。死ぬのが怖かった。何とかして生き残る道を探そうとしてもがいて、俺が死んでもゲートが消えないところまで来てしまった。だからこの世界は滅びる。この大地もブラックホールに飲み込まれて消える。だから重ね、俺を殺してくれ。50年前に戻ってまだクナドゲートが成長する前に負の英雄ユイとスメラギの息の根を止めてほしい。無理よ。あなたはナオミの大切な人なの。だからそんなことはできない。それにどうやって50年前に戻ればいいの？レッドストリングスは感情の起伏によって発動する。何か衝撃的なことに心が傷つき大きく揺れた時に。でも今の私に感情の揺れなんて。大丈夫だ。そのための手段を考えてきた。もう何年も全てはこの時のために。それは何？50年前から怪異の研究は進んでいる。怪異が好む音を使って呼び寄せることも可能になった。遠ざける方はまだ完成しなかったが。怪異！まさかあなた、私の前で。おこがましいかもしれないが、少しは心が揺れてくれるだろう。冗談じゃないわ。一緒に怪異を叩きましょう。重ね、今の俺はなぜ君が親父を殺したのか分かる気がするんだ。何？ニューヒムカでは人間を怪異に変える研究が進んでいた。50年前のあの時、ナオミを怪異にしたのはニューヒムカの人間だ。その研究を支持していたのは親父だった。英雄となったユイとスメラギもその事実を知った。そして非道さを知りながらも結局は評議会議長となって研究を引き継いだんだ。引き継いだ？あなたが？大勢の人間をナオミと同じようにした。そうやって超能力を研究することでなんとか自分が死なずに済む方法を探し続けた。ユイとスメラギは世界を滅ぼす負の英雄、巨像の英雄だ。だから何をするの？どうしてナイフなんか？すまない重ね、あとは頼む。
当に堅実なの？ここは。カサネ！そこにいたのね。あ、返事は聞こえないからいらないわよ。事情は嵐たちから聞いて知ってるわ。今はそこから離れて、アジトへ逃げて。強化隊長たちもみんなそこにいるの。急いでね。はるかのテレパシーなら、ここは元の時代。戻ってきたのね。私、了解。アジトに向かうわ。お帰りなさい、カサネ。何はともあれ、無事にこの時代へ戻ってきてくれてよかったわ。嵐の推測を聞いていたら、いろいろと不安になってしまったから。ああ、すまないね。少ない情報からの推測だったから、最悪を想定していたんだよ。さて、私の推測の話より、まずはカサネが体験してきたことについて聞こうじゃないか。僕たちが強制的に未来から現在へ引き戻された後、何が起きたんだ？ユイトに頼まれたわ。この時代のユイトを殺してほしいって。何？どういうことだ？そうか。つまり2070年がこの世界の終わりの様相になっているのは、ユイトのせいだと言うんだね。クナドにできたあの穴は疑似的なブラックホール。厳密には違うんだろうね。カサネとユイトの超能力が生み出した限りなくブラックホールに近いものだ。本来はあれを操って時間を移動するのではないかな。能動的に時間を移動するための装置ということだろう。人間の脳が作り出したものだからこそ、システマチックにできているはずだよ。それが消えないということが世界に悪影響を及ぼしているんだな。おい、それでカサネは引き受けてきたのか？いえ、結論を出す前に戻ってきてしまったから。うん、それは50年後のユイトがそれを計算したからだろうね。時間跳躍能力レッドストリングスはカサネの感情の爆発に影響される。衝撃的なことが起きると、感情値のようなものがエネルギーとして蓄積されるんだろう。すると時間跳躍能力を制御できないカサネは瞬時に超能力を発動させてしまう。私はカサネが時間の迷宮に迷い込んで現代に戻れないことを危惧していた。しかしどうやらそういうものではないようだね。カサネが時間を飛ぶ際にはガイドがあると考えた方がいいようだ。一度行った時代、ゆかりのある時代には引き寄せられやすいんだろう。そのガイドがカサネには赤い糸という形で認識されているんだろうな。つまり未来のユイトにはカサネの感情値の蓄積でこの時代に帰ってこられるという推測ができていた。そんな理屈はどうでもいい。殺すのか、あのお坊ちゃんを。わからないわよ。簡単に決められるわけないでしょ。そうだな。すまない、声を荒げて。みんな落ち着きましょう。カサネにはいろいろなことが立て続けに起きてしまった。かなりの負担がかかっているはずよ。少し休んでこの後のことを考えてみましょう。それに未来は過去とは違って移ろいやすいものよ。私たちが垣間見た未来は、カサネが未来に行ったままこの時代に戻ってこなかった歴史のはず。そうだったわよね、嵐。ああ、カサネが戻ってきたことであの未来はひとまず消えた。だがこの世界の未来図は、カサネの存在よりもユイトの存在が鍵を握っているのは変わらない。あの未来が消えたからといっても、あの未来と近い未来が訪れる可能性はあるね。もちろんそれを回避するために
知恵を巡らせるのが人間のあるべき姿だと思うが。グデアラなんて言われている割には真面目に努力することを尊いと思っているのは素敵だわ。失礼だな。私は無駄が嫌いなだけだよ。面倒を回避するための努力は惜しまないさ。そういうわけだから、カサネもあまり急いで結論を出すことはない。いいね。そうね。